はい、お疲れ様です。お疲れ様です。少々皆さん、まあ謝罪動画でもないんですけど、あのね、なんか誤解を生じるような、なんか動画がなんかネットに上がってるって、なんか中学生の女の子が、はい、送ってきてくれたの、はい、前のインスタに、会社のインスタに、会社のインスタに送ってくれました。まあ会社のインスタ、まあこんな相手してもしょうがないんですけど、やっぱ一画が一つやってて、まあ一般のお客さんを見るから、これなんかあったんじゃないかっていうことを誤解される人もちょっと多いと思うんで、まあしっかり説明しとこうかなと思って、これちょっと上げさせてもらうんですけど、神奈川県って、あのうち今年9月か10月あたりぐらいから関東出店してて、まあ今だいぶ軌道に乗り始めてうまくいってるんですけど、この動画が上がったのが3ヶ月前だから、なんかいつなのかな、まあ、この動画がなんかしょうもない、あの恐喝なんちゃらっていう動画で、まあ、ちょっとこれあんまり見せるとさ、そのチャンネルが分かっちゃうのであんまり言えない、これなんですよ。そもそも俺いねえし、はい、これをね、2階道場の車が見えるよね。はい、見えてます。で、まあ、こっち、まあ、まあ、ごちゃごちゃ言ってもしょうがない、まあ、まずちょっと見てもらおうか。だから俺は嘘ついてると思う。2階道場の車があって。警察がおるよね。で、これまあ、2台の営業マンが、まあ、確かに2人なんだけど。このモザイクはちょっと意味が分かんない。二階堂上の事務所に入っていったような、ん、何て書いてあるの入っていったような気がしますみたいな、気がしましたって、はい、絶対入っていってねえし、入ってた映像ねえから、うん、でうちはちなみにここの1階を借りてるだけなんですよ、店舗としてはね、うん、で、まあ、まあこれバカみたいなのを書く人もおるんですけど、まず一つは、まあ、その嬉しい意味でもさ、神奈川で、いや名古屋でこれやられるのは分かるよ、はい、名古屋、愛知県っていうのはやっぱね、練り道場の発祥地なんで、やっぱ知っておいて思うから、あ、ここで塗装したのよとか YouTube 見てとか、あと俺の知り合いとか、まあ、社員の知り合いとかが、ここで友達が耐えてんだよって言って、やっぱ視聴者層もだいぶ愛知県多いと思うよ、やっぱ愛知、名古屋市内とかで歩いてるとやっぱ声かけられる率が相当高いからさ、関東とか行くとやっぱそんなに認知されてないから声もかけられないんだよね。で、そういう中でこうやって横浜店にこう車止めて、警察官が止めたけど、撮っていた人がおんだろうな。いてたから動画で伝えたんですね。あ、いてましたよ。そうだよね。はい、その人はまあなんか猫の動画をずっと上げてる人で、まあなんかね、こういうのを上げたことで、まあほとんど10回、20回しか再生されてないので、それだけが4000回とか5000回だったっけ、はい、再生されてんだよね。で、それはまあどういうつもりでやったのか、まあその、わかんないけど、もしこれも見てたらもう下げてほしい。なんか勘違いするから。せっかく神奈川の支店で愛知県から大学卒業して8年間、7年間頑張って働いて、彼女もおる中、彼女も連れてって、神奈川に行って、1年復帰して頑張ってね、やっぱうまくいってないこといっぱいあることをさ、悩みながら一生懸命やってるわけじゃん。はい。そういう人たち、まあ、別に俺はいいよ、別にそんなさ。だけど頑張ってやってる子たち、その子たちの夢を潰したのかってしまう。そうですね、まあ、社長逮捕とか言われたけど俺をいじりたいんかしらなんで俺が神奈川で捕まるんだって言ってもらえないって、まあ、これまあ本当に勘違いが起きるんで、まあ、ちょっとやめてほしいなって思います。メッシュになり急にちょっとカメラ回しようんですけど、はい、この間言っとったじゃん、警察が神奈川支店ロゴン撮って編集済みの状態なんですけど、はい、まさかまたそいつら2本目あるかな、事務所の外まで行って玄関まで行く、え、怖っ、え、その事務所移してるの、自分で移してる、入り口まで通ってる、怖っ、事務所逮捕されたのかみたいな、あー、閉店支援とかあるんで、多分数字が伸びるので、それだけ何千回とか再生されてるから、これは使えると思ってまた取るんだったら、ちょっと神奈川支店のやつと電話を繋ごうと思って、お疲れ様です。なんかちょっと朝行っとったなお前、神奈川支店の件だ、結構前だな、私は実際それが、うんうん、一応その今借りてるマンションの一室なんですけど、うん、マンション自体でなんか火事か何かの通報が入ったみたいで、うん、その際に警察は確か来たんですよ、うん、
はい、で貸してくれって来たんだろ、駐車場貸してくれって言って、駐車場ここ使っていいっていうふうに確か声がかけられたと思うんですけど、正直ちょっとうろ覚えすぎて、その3ヶ月とか4ヶ月くらい前なんで、それがあんまり気にしなかったですし、はい、だからもう業者料がなんか警察沙汰になったんじゃねえかとか、なんか事務所まで行ってなんかもう人がいないで潰れてんのかみたいな感じで書いておいたな。しかもそれ日曜日ですよね、多分。いや俺もあんまり見てないんだけど、なんか送ってきたインスタとかにめっちゃ来るんだ、また最近ビラ来るんだ。ああそうなんですね。この大丈夫なんですか、まあ、神奈川支店はもう全員辞めてるとか。はい、どうですか増内さん、神奈川店の店長どうなんですか。いや辞めてないです実際ありがとうございます。そんだけだ、こういう状況なんで、まあ、本当心配しなくていいと思いますし、インスタにすごい連絡、逮捕されてるんですかって社長が、まあ、本当にそいつももう訴えた方がいいと思う。足は不正しちゃうよ、不正しちゃうよ、不正しちゃうよ、不正弱せちゃうよ、弱せのプロだよこういう動画でね、なんか言うのもちょっとあれなんですけど、大規模のマッチングと求人マッチングとやってて、職人を集めてこうっていうことをすごい話してたんで、神奈川の方でも本社の方に電話つながっちゃうんですけど、募集してるのと、求人マッチング、大規模マッチング、概要欄に書いてあるかな、個人事業主とか、5人、10人でやってる会社さんとか、まあ、大きい会社も十分使えると思うんですけど、結構見てくれてるみたいな、求人の方がね。で、ちょこちょこ、やっぱそれで採用できたよっていう人も声がかかってるんで、で大規模のマッチングに関しては、1個、見積もり依頼を取ってきたらいくら払いますよって言ってブロガーとかに、だってブロガーってことじゃん、はい、ああいう人たちに書かしてるわけよ。うちはそういうこと一切やってないもん、ね、そんななかなかやっぱお客さんがどんどん流入してくるって感じじゃないけど、他の職人さんが、まあ、何千人ってなった時には自然とお客さんが集まるから、あのお金かけずに人を集めることができるんじゃないかなと思ってるから、ぜひあのまだこの1年いやそこらはちょっとすぐ人が流入してくるってないと思うけど、あの無料で登録できるんで、あのぜひ無料にしてください。で、まあ、ちょっと先、1年先とかには、やっぱこんだけ何千社とか集まったら、やっぱ、有料プランだと広告が打てるとか、そういうものをちょっとやって、でうち自体も広告を打って、お客さんが集まるような仕組み、テレビ支援やったりとか、こんだけ何千社ってなら、テレビ支援も変えれるわけじゃん。はい。そういうことをやっていけたらなと思ってますので、ぜひ、あの、登録の方、よろしくお願いします。お願いします、うん、神奈川ではもう一切悪いことはしておりません心配しないでください、もうピンピンしておりますしね、逮捕って書いてあるけど、俺も YouTube 上げてるし毎日、はいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また応援のほど、アンチコメントのほどしてください。もうちょっと相手しろよ。はい、お前が喋らんもんって、一人喋らんなんだろすいません、はい、慣れろよそれ。はい、ここおまけあ、なんで俺ここでおまけ使うの。なんで喋んないのお前、何喋っていいかわからないよ。それでもお前普段よう喋らないかお前YouTube 慣れはちょっとまだまだ、あまだ、YouTube、コメントあって僕喋るがだけど、お前17とかああいうのとかずっと、まあ、そうそう、あれも募集しようかな。あ、募集しやすい。まあ女性はあんま見ないあれですけど、うん、だけどもう今タレントが40人なの。今は60人60人、はい、もうたった4ヶ月ぐらいで、はい、あの17とかだって、あの別にあのなんかこいつに食べられるわけじゃないもんねあのオンラインでずっと打ち合わせしたりとか、はいはい、まあでも60人のところでそんな毎日打ち合わせとかできんだろ。まあ連絡来る方にはちゃんとサポートしてます。うん、ほっといてよとか、その方々の、うん、ね、副業でやってる方々ってやっぱり連絡とかそんな来ないですけど、うんうん、あの毎日配信してるライバー専業の方とかやっぱり悩み多かったりとか、うんうんうん、24時間以内には返事してます、うん、でこれがもう本当に4ヶ月でこの60人70人の勢いだから、やっぱ1年で200人300人とかない、うん、狙ってるんですけど、うん、もちろんまで頑張ってな、はい、チーム SNS が、はい、やっぱね、あの採算が出るような、はい、YouTuber もだいぶ給料が出るようになってきてるけどさ、もちろん、まあでも SNS チームも頑張ってますんで、はい、もうね、こういうね、書かれるってほど、まあ、人気も出てきたってことかしな、はい、うん、これをまた上げて4000人も見てくれるっていうのはありがたいことだよな、うん、完全に名誉毀損で訴えてるけど、まあ、炎上証拠伝えてます。そうそう、まあでも企業だと、まあ、これ見てたら本当言ってほしいけど、はい、うん、まあ、って今度も叩いたらまあね、まあ、まあ、あれなんで削除してくださいね、はい、お願いします。はい、お願いします。またねーまた見てねー